マスターです。ネクロバとコーヒーの時間となりました。感謝いたします。はい、コーヒーを飲みます。今日は日曜日ですね。25日、8月。もう8月も、もうわずかですね。もうすぐ9時ですね。これ5分ほど早いですけど、9時。日曜日、11時間礼拝がありますので、はい、湿度は80% ぐらいですね。台風が近づいてます。今日かな。気温が30度ですね。暑いですね。また蒸し暑いですね。一番こたえる高温体質ですね。ちょっと朝方起きてクーラー切ってしまったので土砂降りで少し、土砂降りですね。朝方はい、今週も始まりました。ちょっと体調悪いですね。首のあたりがちょっと、はい、引き続き詩編ですね。はい、いきます。詩編の102編の16節と17節、なぜならしはシオンを立て、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからです。詩編の102編の16と17節。アーメン。はい、感謝いたします。もう一度、詩編の102編の16節と17節、なぜなら主はシオンを立て、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされなかったからです。詩編の102編の16と17節。はい、コーヒーを飲みます。今週も始まりましたですね。体調が悪いと辛いですね。はい、じゃあ説明をお読みいたします。はい、この御言葉を読むと、絶対絶命とか万事休すなどとはないことが分かります。なぜなら主が私たちの祈りをないがしろにになさらないからです。どんなにこんなに見える試練にあっても、神様は大切な道を備えていてくださいます。困難があっても祈りましょう。今日の祈り、私の祈りをないがしろになさらないとは、なんと嬉しいことでしょう。信じて今日も祈ります。はい、健康祈ります。なかなか健康維持するの難しいですね。はい、教会の素敵な安心聖句です。はい、ヨシアキ一章の9節、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神、主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。ヨシアキ一章の9節。アーメン。感謝です。はい、ヨシアキ一章の9節、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神、主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。ヨシアキ一章の9節。アーメン。感謝いたします。本当に、体調不良だと、なかなかなすべきルーティンができないですね。朝が連続食後ダウンして、10時から11時はですね、1時間の飲食ライブがほとんどできなかったですね。その後ほとんど横狙っていましたですね。はい、最後にこの、御言葉のパンですね。最初に英語ですね。Psalm 27:1 The Lord is my light and my salvation. Who shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of who shall I be afraid? Psalm 27:1 日本語ですね。日本語では、詩編27:1節。主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよ、主は私の命の砦、誰を私は怖がる。詩編27:1節。最後の英語ですね。Psalm 27:1 The Lord is my light and my salvation. Who shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Psalm 27:1.Thank you. Many, many thank you. It's... はい、ちょっとコーヒー。はい。体調は万全で、いろいろ、咳が突っ込んだり、首が回ったり、なんやかんや、体調、健康管理は難しいですね。はい、マスタートです。今週も、言葉と、
コーヒーで頑張りましょう。はい、マサトのこのおはよう、みことんとコーヒーでした。マサトこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回のみことばとコーヒー、おはよう、みことばとコーヒーでお会いいたしましょう。マサトでした。仕上げです。パシンプジュー。シャロム、シャロム、シャロム。